にちは、リリーです。本日は郊外にある変わった植木屋さんとローカル市場に行きたいと思います。迷彩に行く途中にあります。はい、でもですね、ちょっと Google マップが起動してなかったので植木屋さんに立ち寄りましたがな。植木屋さんみたいだけ私的にその植木屋さんとは違う感じのところですね。こんなにいっぱいさ自然がある国で売ってるんだよ。売り物町の近くにも植木屋さんもあるんですけど、ここはちょっと違った感じですね。日本では見ることができないようなものが多いです。まあ、東南アジア系の植物という感じですね。シダとかもありました。おろしかな。どうやって取るの？まあ、もうパッと見は植木屋さんという感じではなくて森ですね。森。はい、これまだ手前の方なんですけど、ちょっとずんずんと入っていきたいと思います。こういうの高いよね。はい、このこういう植物が好きな方はちょっとね、もうお宝的な感じだと思います。結構ね、日本でも買いに行ったりするから好きですね。でもこれ日本で見たような見たことがない。これは見たことないですね。日本で輸入してるの多いから。はい、これサボテン。これちょっと見たことある。お店の人がちょっと水やりの途中だったんですけど、これ水やり 大変すぎる。ちょっと奥の方に入っていきたいと思います。奥の方に入っていくともう雑然としていて、森感がもっとすごいんですけど、はい、ここから奥に入って。何もないな、日本に。そうですね、これは日本にないですね。ないね、絶対ないね。こっちが奥の方なんですけど、ちょっともうめちゃくちゃ奥には入っていけなかったですね。私奥の中でも手前側にいますね。この向こうがもう山なんですよ。売り物なのか山なのかわかんない。でっかい葉っぱ。これはね、日本でね見たことあるんですけど、名前がわかんないですね。めちゃくちゃでっかい葉っぱ、取りきれない。わかる方いらっしゃれば。カメラに収まりきれないぐらい葉っぱ。こっちも取りきれない。葉っぱが大きすぎて。日本ではまず見ないからね。まあ、主に観葉植物というか緑ですね。お花というよりは。でこの木がめちゃくちゃ大きかったです。上見上げて、あ、これ木だと思ったんですけども、入りきれないですね、大きすぎて。はい、こちらも多分東南アジア感がビンビン伝わってくるような、はい、大きな葉っぱですね。水辺に生えていそうな葉っぱですけど、違いますか？これですね、大きい木。場所なんですけど、ちょっとね、Google マップが、不具合で、ここが入ってないので、ちょっと残念ですけど、日本にね、これ持ち帰ることができるらしいですね。持ち帰ることができる品種は、植物検疫証明書発行所っていうところで、発行してもらってください。勝手に持って帰りはダメです。遠すぎてわかんない。これが向かいの道ですね。向かい側の道なんですけど、別の日にここまた通ったので、もしかしたらそこにヒントがあるかもしれないですね。迷彩に行く途中です。1時間ぐらいかな、街中から。バナナ、でもちろんバナナの木もたくさんあるので、バナナこういうふうに温室みたいな感じでな、鈴なりになってるんですけど、めっちゃ呼んでますね、私のこと。なんかね、バナナ食べていいって言われたので、
バナナね食べてこれが美味しいって言われたから、ちょっと取ります、リリー取りますと。リリーね、バナナ取る、バナナ取る、あー取れ、取れた、食べます、食べます、こっち食べます。バナナ小さいバナナなんだけど、ちょっと食べます。はい、こちらが看板になります。手書きの看板なんですけど、一応、お店の名前これだと思います。こちらがお店の、はい、お兄さんですね。はい、でこれが、まあ道側から見たお店の様子です。今日は土曜日なので、サタデーナイトマーケットがあります、はい、楽しみですね。その前に定番のローカル市場に行きます。とにかくローカル市場が大好き、今好きすぎるんですよね。毎日行ってますけど、卵、お魚あげてたり、チキンあげてたり、こちらワッフル、横手羽先ですね。これがですね、バナナの花。市場に来ました。市場です。どこの市場か知りませんが、市場に来ました。お魚、魚おろしてます。魚おろしてますね。なんだろう、青魚っぽい、魚アジ、アジじゃなくてサバじゃない、アジサバ、どっち分かんないけど、どっちかサバっぽかった。おかず屋さんで、これが多分、まあ、朝食べてるような感じの包み物ですね。バナナの葉っぱとかいろんな葉っぱで、包んであります。おでん、はい、こちらおでんですね。なんかちょっと発見が多い市場ですね。1回目かな。バーベキュー。これがですね、おそらくなんですけど、確証ないんですけど、ラムヤイかなって思うんですね。ラムヤイでもつながってるのでどうかな。生ジョコラ、ね、ラムヤイは、次回やりますよね。これ鶏屋さん、チキン屋さんなので、手羽先、レバーなど、豚屋さんこの辺り全部フルーツ。野菜屋さんとフルーツ屋さんですね。シリーズバナナはね、もう本当ね、このお花を抜くとメコシベとメシベが出てくる。シュークリーム見たまま言ってます私。はい、市場気分味わっていただけましたか。みんな気さくにね話しかけてくれます。これどうかな、これもち米かな、ちょっと分かんないですね。とスイーツですね。これがちょっと分かんなかった、イカっぽいけど、なんだろう、イカじゃない。仙台野菜が豊富ですね。安いですね。ここも野菜、ほとんど QR コードがあるので、支払いもスマホでできます。ローカル市場好きすぎたっていうお話でした。はい、帰り道、ここチキンですね。チキンの量、担当する。マミーマミー、私もちょっといろいろ食べます。魚やったんですね、入ってきたところに。
なんか頭だけになってる。はい、ということで今夜はサタデーナイト、サタデーナイトマーケットに行くよっていうのは次回です。はい、いかがだったでしょうか。あまりこういう植物を見に行くこととかはないかと思うんですが、またね、これが好きな人は多分ハマっちゃうかもしれないですね。はい、こちらは、次回の予告になります。ご視聴くださりありがとうございました。次回はサタデーナイトマーケット編です。よかったら見てください。高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、以上リリーでした。それではまたね。